マイレージサービス。マイレージサービス、または、マイレージプログラム、略称、とは、航空会社が行う顧客へのポイントサービスのことで、ある。主なマイレージサービスは、会員旅客に対して、搭乗距離に比例したポイント、一般的に単位は、マイル、帰りイコール1852メートル、陸上マイル1609メートルではない。また IATA が、毎年発行する TPM。 区間マイルを使用する。オフかし、そのマイルに応じた、無料航空券、割引航空券、座席グレードアップなどのサービス提供である。また、最近では、航空会社と関係なくとも、継続的な顧客への付加サービスを提供するための、ポイント集計システムに対して、マイレージという故障を使用することも増えている。なお、各国で用いられているサービスの一般名、 フリークエントフライヤープログラムは日本語としては一般的ではない。これは1997年、平成9年当時に日本国内で国内外の航空各社が FFP を開始した際にこの言葉を一般名としては用いず、その代わりに当時から一般名としてマイレージプログラムまたは マイレージサービスと故障した子によって、日本国内ではメートル法による、キロメートル表記が普及しているにもかかわらず、これらの故障が普及している状況にあるためと考えられる。マイレージとは本来は、マイルで測った距離を意味するが、国際マイル、または、帰り、ノーティカルマイルなどで測った、運行距離1マイルあたり、ポイント1マイルがたまるわけではなく、 そもそも搭乗距離だけでは付与ポイントは決まらない。世界で初めてマイレージサービス提供をしたのはアメリカン航空で1981年5月1日からサービスを始めたアドバンテージプログラムである。当時のアメリカン航空は1970年代後半のジミー・カーター大統領による航空自由化政策、ディレギュレーションにより低迷した業績の改善が 急務であった。給与の一作として、顧客囲い込みサービスであるアドバンテージプログラムを開始し、1年間で100万人の会員を獲得して成功を収めた。その後、多くの北米航空会社が競ってマイレージサービスの導入を開始した。1990年代に入ると、競争激化によるコスト削減の一環として、欧米、 アジア圏の航空会社との航空会社同士の連合、アイアンスの締結や提携が活発化し、運航機材の共用やコードシェア便の導入などが相次いだ。これに合わせて、マイレージサービスを共通化する動きが見られるようになった。さらにマイレージサービスへの入会時のマイル付与、ウェルカムマイルや、レンタカー利用、ホテル宿泊、食事、買い物、 提携クレジットカードでの支払い仕様でもマイルを付与するなど多角的サービスへと変貌してきた。提携会社間で相互にポイントを交換する仕組みも現れている。日本におけるマイレージサービスの本格的導入は当時の航空大手3社、日本航空、全日空、日本エアシステムとも1997年、平成9年である。これに先立ち古くから 国際路線を有していた日本航空は、1983年、昭和58年にアメリカ合衆国で JAL マイレージバンク USA を発足させ、1993年から北米地区で JAL スカイプラスとして、さらに1996年、平成8年10月から日本地区において国際線へのマイル付与が開始されてきた。なお、常顧客組織としては、 日本航空がすでに1970年昭和45年から JAL グローバルクラブを組織しサービスを提供してきたがマイレージサービスは加入者の限定を行わない顧客サービスであるため日本国内でのマイレージサービスは後発と言える現在大手航空会社のマイレージサービスとして日本航空は JAL マイレージバンク全日本空輸は ANA マイレージクラブをそれぞれ提供しており、新規航空会社であるエルデューやスターフライヤー、ソラシドやアマクサエアラインも独自のマイレージサービスを導入している。マイレージサービスは、マーケティングにおいては、元々の故障と同様 FFP、有料登場者プログラムと呼ばれ、顧客関係管理の一手法に分類される。FFP では、 2割の固定顧客が8割の利益を与えるというパレートの法則をもとに、この2割の固定顧客をマイレージサービスにより自社に囲い込もうという戦略である。そのため、マイレージサービスは航空会社の上得意客へのサービスと密接に関係があることが普通である。マイレージサービスの会員登録、通常入会は無料を行うと、 会員番号を割り振られたカードが発行される。会員カードを作成しておけば、航空券購入、搭乗手続きの都度、住所、氏名等、個人情報をいちいち登録する手間が省けるので、マイル、ポイントを貯めるつもりがなくても、入会しておけば便利である。クレジット機能付きカードを作る場合、会費は有料となる。一般的なポイントサービスの場合と同様、 マイレージサービスにおいてもポイントが累積されるが、通常そのポイントのことをマイレージサービスではマイルと呼ぶ。したがってポイント加算のことをマイルを貯める、ポイント仕様のことをマイルを使うと言い、航空会社等でもこの言い方は共通である。登場手続きの際にカード提示を行うか予約時に顧客番号を伝えることにより顧客の登場を確認する。 また、搭乗時にカードを提示しなかった場合でも、搭乗を確認できる書類、ほとんどは、搭乗券の判件の原本と、航空券番号の写しを、マイレージサービス提供元に送付することで、事後登録ができる。実際の登場が確認できると、その空路の飛行距離に応じたマイルを付与するのが基本。発見時の座席クラスや、適用運賃に応じて、さらに増減がある。 航空会社によってルールは異なるが、エコノミークラス普通運賃を基準とすると、ビジネスクラスやファーストクラスには25から200%のマイル数が追加加算される。逆に団体や格安航空券による搭乗に関しては、標準より少ないマイル数、例70%などになったり、そもそもマイルがつかないこともある。換算機や路線への他社参入時に期間限定で、 マイルが追加されるキャンペーンも行われる。米系の大手航空会社、アメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空では、近年、自社便利用については、マイレージの加算を、飛行距離ではなく、航空券の支払い金額に応じて、マイルを加算する方に変化している。なお、定型航空会社でマイルを貯める場合、 例日本航空を利用する際に、アメリカン航空のマイルを貯める場合と、KK 航空会社のマイルを貯める場合、例デルタ航空を利する際に、大韓航空のマイルを貯める場合、ツアーなど、飛行時運賃の場合は従来通り飛行距離に応じて、マイルを付与できる。バニラヤーのように一部の格安航空会社でも支払え、金額に応じたポイントサービスを実施している会社も存在する。 同社については、あくまでも、航空券の支払いにのみ利用できるポイントであり、家電量販店やスーパー、コンビニエンスストアで導入されている、ポイントサービスと、性質的には同一である。さらに、航空会社の責任により、搭乗予定の航空機のシート配置の変更や、装備故障などにより、本来得られるサービスが得られなくなった場合、例えば、ダウングレードや、 大替機への変更、座席オーディオシステムの故障などや、オーバーブッキングにより本来登場する予定の便に、登場できなかった場合、オーバーブッキング発生に伴い、自主的に航空会社へ申告し、他の便へ変更した場合も含むも、現金、クーポンによる払い戻しでなくマイルの加算による補償が行われることもある。また一歴年に登場距離や回数が多かった顧客に、 対しては、翌年度にかけて、上級会員として様々な優遇が行われる。例、ボーナスマイルの追加加算、空席待ち、チェックイン、保安検査場、登場、手荷物引き渡しの優先扱い、手荷物重量の優遇、席のアップグレード、空港ラウンジの利用など。なお、登場した航空会社と異なる航空会社へのマイル加算、A 社の便に登場し、 そのマイルを B 社のマイルへ加算することが可能なこともある。可否やマイル換算率は航空会社、同乗クラス、区間、正規運賃かどうかなどによって異なり、事前に航空会社に問い合わせるのが確実である。手続きはチェックイン時に申し出る B 社のカードを提示するなど程度であるが、加算には通常数ヶ月かかる。マイルを使用する手段は主に 無料航空券との引き換えか、座席クラスの1クラスアップグレードである。航空券取得のための基準マイルは地域間に決まっている。地域は日本国内、東アジアと北アメリカ間、北アメリカ内など大まかな区分になっている場合が多い。通常、マイル引き換えによる航空券予約には座席数制限がある。そのため、マイルとの引き換えは 通常の優勝予約より割り当てられる座席数の優先順位が低いため特に混雑時期路線では予約が入れにくいそこで通常よりマイルを追加することで優勝予約と同等に比較的座席数制限を受けにくい優先順位が高い予約を可能とするシステムを実施している空会社もあるまた購入したエコノミークラスをビジネスクラスまたは購入した ビジネスクラスをファーストクラスへと座席クラスのアップグレードのみするマイル仕様もある。購入したエコノミークラスからファーストクラスへのアップグレードはできない。なお、無料航空券の発券に際して発券手数料や所税、空港利用料などや年ユーサーチャージを支払うことが必ずな場合もあり、無料航空券の場合でも何らかの支払いを伴う場合がある。特に国際線。 航空券との交換に至らないまでも、定額の商品やサービスチケットとマイルとの交換を選択できるケースも増えている。クレジットカードとのマイル交換は古くからあり、小売店やホテル、レンタカー、タクシー等の航空運輸と関係の深い業種とのポイント交換サービスが多い。さらには銀行や証券会社などの金融、携帯電話や インターネットサービスプロバイダなどの通信などとも交換サービスを行うものが増えた。特に近年はインターネットの普及により手軽にポイント交換できる仕組みが広まった。クレジットカードなどのポイント交換先において航空会社のマイレージは最も人気があるものの一つである。そのため航空会社各社はクレジットカード会社などのポイントサービスを取り扱う。 回にマイレージを販売している。マイレージは航空券に交換されるケースが多いため、空席を特典航空券として提供している。航空会社にとって負担の増加につながりにくいために非常に都合が良いがある。一部の北米、欧州系航空会社では、波数調整という顧客サービス目的で一般顧客にも販売している。交換レートは、 ポイントサービス提供会社との力関係や、双方の思惑で決まるが、だいたい1マイルあたり2円から5円と言われている。この販売レートは、航空会社での社内におけるマイレージ判断価格よも割高であるため、マイレージ販売事業は非常に収益性が高い事業とも言える。一部の北米系航空会社などでは、会社の収益がほとんどマイレージの他社への販売から出ていると、 ビジネス雑誌などで適されている。マイレージで提供する席は、換算期に席の割り当てを増やせば収益に向上するが、繁忙期との格差によって席が取れないと悪評が立ち顧客流出につながる。また、マイルを蓄積すると、ビジネスクラスやファーストクラス等のより高価な席や、長距離路線の特典航空券への交換が可能になり、後々の経営への重しになる。 一方、パンアメリカン航空は、マイレージ用席の割り当てを増やしすぎて、提携会社のアメリカン航空からの大量のマイレージ特典席取得者の流入を招き、その結果、有料客の減少を招いて、会社の経営にとどめを刺す一因となったケースもあり、マイレージで交換できる席の数の設定は、非常に注意を要する事項となっている。米系航空会社では、 マイレージの利用量を2倍にすることで、繁忙期でも、ほぼ確実に席の手配が可能になるサービスを実施している。日本航空においても JMB ダイヤモンド会員については、国内線のみ、同種のサービスを実施している。そもそも航空業は、顧客の利用実績や座席グレード、イコール支払い料金などによって、サービスに露骨な格差を示す業界であり、 マイレージ会員の取得マイル数は、会員の中精度あるいは乗客かどうかを判断するための的確な指標になる。ほとんどのマイレージプログラムは、会員のグレードを前年度の登場実績や、生涯の登場マイル数などで、一般、プレミア、1K などに区別しており、上級グレードの会員ほど、より価値のある、有形無形の無償サービスを受けられる。下記は、 このようなサービスの例である。マイレージサービスは、常顧客の確保と利用促進を目的としているサービスであることから、一定の有効期限を設定していることが一般的である。現在日本の航空会社では、加算から3年後の月末まで、以前は加算された年の、翌々年末まで有効で、それ以降は、失効になる。また、3年間積算実績がないと、 会員資格そのものが執行になる。このようなことから、頻繁に利用しないと、無料航空券交換マイルに到達するのが難しい。なお、ユナイテッド航空のマイレージプラス用に18ヶ月間に一度でも、搭乗や定型ホテルの宿泊で、新規マイルを獲得したり、あるいは、マイルを使用、寄付、購入などの行為で、とにかく口座に何かの動きがありさえすれば、 それまでの全ポイントが保全され、持ち越されるシステムや、デルタ航空のスカイマイルのように貯めたマイル、無期限有効という航空会社もある。国内の航空会社でも、上位の常顧客に対しては、マイルの有効期限を無期限としている場合がある。JAL マイレージバンクダイヤモンド、JAL グローバルクラブプレミア、ANA ダイヤモンドサービス等。マイレージサービスにおいては、マイルを得た時点でサービスを得るのではなく、 マイルを使用する時点で、相応の利益、サービスを得ることになる。したがって、一般的な値引きサービスとは異なる。これは、マイレージサービスだけの問題ではなく、小売業が発行するポイントカードでも同じ現象が発生する。例えば、業務による出張時の経費を個人のクレジットカードで建て替え払いし、ポイントサービスを得た場合等。日本の場合、 2001年7月3日発行の納税通信によれば、納税主務官庁である国税庁が、マイルは小市民的な喜びや景品の一種と考えるのが適当。お金の出所が会社ということからもマイルは課税対象にならないという見解を示していたが、2003年の所得税関係質疑応答事例集によれば、業務による出張で発生したポイントを利用者である。 従業員の名義で獲得した場合、それは実質的に出張を命じた企業から従業員への贈与による一時所得になるという見解に変わった。ただし、所得税の一時所得には50万円の特別控除があるため、他の一時所得も加算して特別控除額を超える場合に所得税が課税されることになる。このように出張を命じる会社には、 明治的に負担をかけない形で利用者個人に利便を与えることで囲い込み効果を狙ったのがマイレージサービスであるが海外においても対応は異なっておりカナダでは課税対象としているが米国では多数にわたる業務出張に対する個人への保障と捉えている企業が多いと言われているただし業務倫理が問われることの多い公務員が属する政府機関 観光庁においては、英国などマイルの取り扱いにおける倫理規定を定めているケースがある。日本でも会計検査院と法務省は個人名義でのマイル取得を禁じている。このような倫理的観点からマイルの使用を禁じている企業も一部には存在している。出張者の多い大手企業の中には、航空会社と直接契約して自社の出張にかかるフライトについては、 マイレージサービスの提供を不要とする代わりに、明示的なディスカウントを求める例があるとの道もある。一方、航空各社は、法人対応のマイレージサービスを行っている。このような場合は蓄積されたマイルは、法人の所有となり、個人に対する利益供与にはならない。ただし、航空会社からの利益還元という一面もあり、その利益については、 税法上の一時所得になるとされている。ただし、実際に、この運用を行っているかについては、不明な点が多いとされる。マイレージサービスのマイレージは、航空会社が、顧客に対して未来における値引きや、金券、品物、サービス等との交換を約束したものである。したがって、航空会社経営から見ると債務となるが、その運営航空会社の経営が行き詰まり破産した。 場合は保護されない。実際、アンセットオーストラリア航空が2001年に経営破綻した際、エアベルリンが2017年に経営破綻した際、両社が運営していたマイレージサービスで取得していたマイルはすべて失効することとなり、何らの救済措置も取られることはなかった。なお、経営破綻し運航停止となった。 航空会社の搭乗分を、提携先の航空会社に対しマイレージを加算する場合については、提携先が指定する日までマイルを加算できるようにしている事例がある。エアベルリンと同じく、ワンワールド加盟である日本航空の場合は、エアベルリンの運航最終日となる2017年10月27日までの搭乗分を通常通り、JAL マイレージバンクのマイレージ加算対象としいた。なお、 提携先にマイレージを加算した場合、経営破綻し運行停止になった航空会社の搭乗分であっても、提携先の航空会社の規約に基づいて通常通り利用可能である。経営破綻してしまった場合、アンセット航空やエアベルリンのように最悪の場合マイルが失効してしまうこともあるため、顧客の側はマイレージを不必要に高額まで溜め込まず、 極力こまめに使ってしまうなどの防衛手段を取る、以外ない。イギリスの新聞、エコノミストによると、2005年に全世界で未使用マイレージは約14兆マイルであり、平均交換レートが1マイルイコール約5セントと計算できるため、その総額は約7、0ドルと試算できるとしている。一方、航空会社側からマイルを電子マネーや金券と、 交換可能なサービスも存在することから、少なくともマイルの提供元である、航空会社にとって、マイレージサービスに係る未利口債務をどのように評価し、財務諸表に計上するかは、財務上の課題となる。通常、会計上は負債に計上され、もし未使用のまま期限切れになり執行した場合は、利益になる。二0一年九月十一日に発生した、アメリカ同時多発テロ以降、 アメリカ大手のユナイテッド航空、ノースウェスト航空、現、デルタ航空など、多くの航空会社が、連邦倒産法第11章を受け入れ、倒産、日本の法律では、民事再生法の適用にあたる。2010年1月には、日本航空が民事再生法を申請し、経営破綻した。これらの航空会社では、企業再生を行っているが、 マイレージサービスについては全面的に保護された。そもそも高頻度の顧客をつなぎ止めるための制度としてマイレージサービスが成り立っている以上、この債務の解消はそのままだか頻度顧客の流出に直結しかねないために経営危機に陥っても簡単には取り消すことができないという経営上のリスクも存在する。一方で、 マイレージの蓄積を解消するために換算機には、マイレージの変換レートを引き下げたり、小学からの交換特典を用意することで、マイレージの蓄積を減少させる試みを行っている航空会社ある。近年は、全日本空輸のように1マイルから利用できる特典を用意したり、日本航空のように自社のマイレージだけではなく、外部企業のポイントサービスへ加算することを選択可能としたりすことで、 早期にマイレージサービスにかかるミリコ債務を解消する試みを行っている航空会社も存在する。日本では全日本空輸が1ポイントイコール1円から自社の航空券の購入などに使用できる ANA スカイコインか ANA ショッピング A スタイルで利用できる ANA ショッピングポイントへの交換が1丸から可能な特典を用意したりするなど、少額から マイレージの交換ができるようにしている。日本航空は2016年4月1日より自社のマイルに代わり、ロイヤリティマーケティングが運営するポンタを直接貯められるサービスを開始した。JMB ポンタ会員への登録することで、JAL マイレージバンクとポンタの会員情報の紐付けを行い、なおかつ、ポンタコースを選択した場合、ポンタを直接貯めることができるようになる。 ポンタは、ローソンや、ケンタッキーフライドチキンなど、市中のポンタ加盟店及びリクルートが提供している、ジャラン、ポンパレなどで1ポイントから利用可能である。なお、ポンタは、ジャルのマイルとして貯めた場合と比較して、その半分が貯まるようになっている。日本航空と日本エアシステムとが、経営統合をした際にそれぞれが行っていた、マイレージサービスについては、 それまでのマイル加算基準及び特典交換基準の相違にかかわらず、ジャスマイレージサービスは JAL マイレージバンクに移行し、マイルは10日交換された。日本航空は2010年の経営破綻に伴い、同社の子会社である北海道エアシステム、ホックを2011年3月から保有する株式を北海道や道内在海各企業に売却して、連結対象から外した。 連結対象から外した後も2013年6月までは JAL マイレージバンクのマイル積算対象となっていた。2013年7月からは日本航空とコードシェアを実施することとなったため、同社便名での登場に限り同社のマイル積算の対象となり、ホック便名での登場については、ホックフライトポイントという独自サービスとなった。ホックフライトポイントは、 一般的なマイレージサービスと特典交換の仕組みが大きく異なり、搭乗回数で特典航空券や商品に交換できる特典が受けられる形態である。その後日本航空の業績が回復したことにより、2014年10月に北海道や道内在海各企業に売却していたホック株式を買い戻し再度子会社化した。マイレージサービスの取り扱いは、 在庫会社化後もしばらく変化がなかったが、2016年10月からは、ホック運行便が JAL 便名での運行に一本化されることとなり、ホックフライトポイントは廃止されることになった。廃止までの経過措置として、ホックフライトポイントから JAL マイレージバンクへ移行できる特典が用意されるが、それまでのマイル、JAL ポイント、ホックの加算基準及び特典交換基準の相違に、かかわらず、 12ポイント、12回登場が2000マイル、24ポイント、24回登場が4000マイル、40ポイント、40回登場が8000マイルとなっていた。マイルの加算や利用における多数の各種サービスの提携か、マイル交換によりシステムが複雑化してしまい、ルールの抜け道や盲点をついたマイル獲得方法や航空関連会社が想定していないマイ 獲得方法などが存在してしまうことがある。航空機利用においてのマイル獲得のため、少ない費用で多くのマイルが獲得できる路線を乗り継ぐ、航空券を利用する利用者がいる。ポイント交換の例において、A 社のポイントは、航空会社 C 社のマイルに直接交換することは、提携していないため不可であるが、B 社は A 社と C 社とポイントマイル交換で提携しており、 A 社のポイントを B 社のポイントへ交換し、さらに B 社のポイントを C 社のマイルに交換できるような事例もある。同様に、航空会社 D 社と競合する、航空会社 E 社のマイルは交換することはできないが、D 社とポイント交換で提携している会社及び、E 社とポイント交換で提携している G 社が、相互にポイント交換で提携しており、D 社会社 G 社 E 社の順に、 ポイント交換をすることで異なる。航空会社マイレージへ最終的に移行できるようなケースも存在する。このようなポイント加算は様々知られており、約款で禁じられていない限り不正ではない。航空関連会社やポイントサービスを運営している事業者が、このような行為を問題と判断した場合、その都度システムの改修やルールの変更がなされるが、 回収やルールの変更されるまではしばらく期間がかかるため、抜け穴をついて利用されてしまうこともある。三越伊勢丹グループのカードである MI カードや東急グループのカードであるト急カード、JR 九州の JQ カード用に JALANA の航空会社両社協にポイント交換で提携している場合、ポイント交換を繰り返すことや同一名義で複数枚のカードを保有することにより、 間接的に JAL から ANA、逆も含むへのマイル交換するのを防止するため、ポイント及び、マイルの交換に制限を設けている事例も存在する。MI カードの場合は一度マイルからポイントへ、交換した、時点、特許カードと JQ カード場合は JALANA 提携の、カードを干した場合にポイントからのマイルへの交換に、制限がつく。 MI カードの場合は JAL ANA 両者のマイルをポイントへ交換した場合、特許カードの場合は JAL ANA 提携のカードを同一名義両方保有すると、マイルへの交換が今後一切できなくなる。JQ カードの場合は、JAL 提携、イオンクレジットサービス発行 ANA 提携、JCB 発行のカードを同一名義で両方保有した場合、JQ カードのポイントをまとめることは可能であるが、 他方のカードで取得したポイントからのマイルへの交換に、政権がつく、例、JAL 提携のカードで取得したポイントの分は、JAL へは移行できるが ANBA へは移行できない。また、システム改修やルールの変更にかかる費用が高額となり、放置したままの方が、結果的に低コストの場合は回収せず放置とありきることもある。その場合、次回の運賃改定などのシステム改修のついでに、 回収することが多い。また、チケット利用において、このような行為が発覚したとき、航空会社から、搭乗やマイル加算を拒否される場合がある。マイルを使用して旅行などの申し込みをした場合、仮に何らかの事情で申し込みをキャンセルした場合でも、使用したマイルが返却されないことがほとんどである。これについて、兵庫県の NPO、兵庫消費者ネットが、 日本航空の子会社、ジャルツアーズに対し、キャンセルした旅行で使用したマイルを変換しないのは、消費者契約法に違反するなどとて、2009年3月18日に、同社に対し、消費者団体訴訟を、神戸地裁に起こしたが、一審、二審とも帰却された。マイルを積極的に加算している人は、マイラーと呼ばれている。この呼び方は、 ジャルや ANA など航空会社のサイト、書籍タイトルなどでも使われ、インターネット上でも普及している表現である。航空会社が、クレジットカード、ホテル、レンタカー、通信販売など他業種と提携し、提携している店舗等を利用すると、マイルが加算されるサービスをしている。これらのサービスを利用し、飛行機には搭乗せずにマイルを貯める人たちは、リクマイラー、リクマイラー、 もしくは、オカマイラーと呼ばれている。エディに定型クレジットカードでチャージし、その請求額をエディで支払うという自転車創業的な行為が行われているオンラインチャージの問題。また、換金性の高い商品、新幹線回数券などを定型クレジットカードで購入し、金券ショップで現金化をして、マイル加算をする行為もある。ただし、 日本の大手航空会社が設けているマイレージサービスの上級会員制度は、マイルとは別の優勝での登場実績に応じたポイントを付与し、このポイントに応じたサービスステータスを与えてり、旅客機の優勝での登場実績がないと、ラウンジ利用や荷物の優先引き渡し等、サービスが与えられる上級会員にはなることはできない。また、最近は、 電子マネーにクレジットカードでチャージした場合などは、クレジットカードのポイントの対象としない、クレジットカード会社が増えるなど、行き過ぎた行為については制限する動きも出ている。1999年にアメリカ合衆国の食品会社が、冷凍食品の反則として、同社の製品についているアップック、バーコード10枚につき1000マイルを送るというキャンペーンを行った。 25セントのプディングにバーコードが付いていることに目をつけたカリフォルニア在住の技術者デビット・フィリップスが3140ドルで12150個のプディングを購入し125万3000マイルを獲得するということがあった。マイル加算を目的として登場する行為をマイル修行と呼ばれることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。